このスマ。ようこそ死後の世界へ。あなたはつい先ほど不幸にも亡くなりました。短い人生ですが、あなたは死んだのです。私の名はアクア。日本において若くして死んだ人間を導く女神よ。あなたには2つの選択肢があります。ゼロから新たな人生を歩むか、天国へ向かうか。ただあなたゲームは好きでしょ。日本では引きこもりのゲームオタクだったみたいだし、今とある世界では魔王の軍勢によって平和が脅かされてるの。肉体と記憶はそのままにその世界へ送ることもできるわ。え、送られても殺されたら意味がないですって？だから大サービス。異世界へ送る際に何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。強力な武具だったり、とんでもない才能だったり、異世界に持っていけるものなら何でもよ。さあ選びなさい。あなたに一つだけ何者にも負けない力を授けてあげましょう。まあどうせ何を選んでも一緒な気はするけど、ヒッキーニートには別に期待してないし。ねえ早くして、他の使者の案内もあるんだから。で、今なんて言った？え、私？待ってよ。いや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 、嘘でしょ。おかしいわよ。女神を連れていくなんて反則だから。向こうよ向こう。魔法討伐なんて無理なんですけど。いやー、こんな男と異世界行きなんて。いやー、なんてこともあったな。まるで昨日のことのようだ。カズマ、何を笑っているんですか？ちょっと昔を思い出してたんだよ。アクアと出会った日のことを。思い出を懐かしむのはいいが、今やることではないと思うぞ。そうか？今こそ懐かしむべきだろう。大事なものって失って初めてわかるんだな。アクアは俺にとって大切な仲間だったんだ。ちょっと待ってよ。失ってないでしょ。まだ生きてるんだから早く助けてほしいんですけど。生温かいの、ぬるぬるするの。このままじゃ本当に飲み込まれちゃうんですけど。アクア大丈夫だ。お前がいなくても俺はこの世界で強く生きていくよ。諦めないで、もっと頑張ってよカズマさん。今回は自業自得ですよ。アクアが調子に乗って魔法でモンスターをおびき寄せたからそうなったのです。だって一箇所に集めてメグミンの魔法で倒してもらえば私はカエルに近づかなくて済むと思ったんだもの。モンスターの体液でヌルヌルになるなんてめったにない体験。アクアだけずるいぞ。人のピンチを特殊プレイみたいに。しょうがねえな。このスマ。俺の名は佐藤。戦い方を教えてあげるから早く助けてよ。俺の攻撃を食らいやがれ。
慮なく行かせてもらうぞ。立っていいですか。取れません。帰って乾杯でもするか。もっと強い仲間が必要ね。大至急仲間を集めましょう。冒険があなたを待っていますよ。女神様、僕ですよ、御剣恭弥です。この男は何ですか。この島、まあ、なんて可愛らしい。あなたこそ理想のロリッコです。迷える魂たちよ、安らかに。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。ライバルに遅れは取れないわ。シュワシュワでも飲みに行くかな。エリス京都からもらったパンは最高ね。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。遠慮するな。私もろとも攻撃してくれ。
僕が必ず倒してみせよう。観光ですか？洗礼ですか？それとも…私？魔道具店の店主をしています。この開口は世界が選択せし定め。こんなところで会うなんて偶然ね。本当に偶然だから。力を貸してほしいならいい女を紹介しろよな。私の名前はダクネス。クルセーダーを生業としているものだ。新しい仲間も揃ったし、冒険者登録をしましょう。これで立派な冒険者の仲間入りね。早速冒険に出かけましょう。新人冒険者の方へ応援アイテムをお渡しします。今日もお宝を手に入れるわよ。このスパ好きなだけ飲み食いするわ。女神は太らないんだから。アクシズ教の未来のため共に頑張りましょう。女神だって信じてもらえなかったんですけど。エリスは私の後輩なんですけど。リオってクールで知的に見えるけど意外と熱いところもあるのね。私はアクア、水を司る女神アクアよ。このスバ青い空、白い雲、
まらないわね。最高の休暇だわ。ねえメリッサさん、海に来たのに寝てるだけでいいの？いいのよ、海にはのんびりしに来たんだから。ちょっとくらい海に入ったりしないわ。体がベトつくじゃない。仲良く泳ぎましょうよ。あ、それとも実は泳ぎが苦手だったり？まさか、そんなわけないでしょ。私はナウテのトレジャーハンターよ。お宝のためならたとえ水の中だろうと火の中だろうと躊躇なく進むわ。お宝のためならね。メリッサさんと仲良くなりたいなと思って海に誘ったんだけど、なかなか難しいわね。魚お二人さん、なんだか退屈してるみたいだね。よかったら俺らと海の家で焼きそば食べないか？え、ナンパ？君たち可愛いから俺らがおごるよ。シュワシュワで乾杯しようぜ。悩んでる時間がもったいないって。夏だし盛り上がっていこう。虫が飛び回っててうざいわね。ハエかしら？冗談きついね。気の強い女は嫌いじゃないよ。理解力はハエ以下かもしれないわね。これ以上目の前を飛び回り続けるならひねりつぶすと言ってるの。あなた程度が声をかけていいような安い女じゃないから。失せなさい、このゴミ虫ども。はい、失礼しました。すごい勢いで逃げてったわね。メリッサさんってばすごい。ダストにも一度お気を据えてもらいたいくらいだわ。あの程度の男追い払うなんて簡単だわ。クールでかっこいい。私も少しはメリッサさんを見習おうかな。最近ダストたちは甘やかしすぎてる気がするし。メリッサさん、私にもクールになる秘訣を。あら、子犬？一体どこから？はぁー、ずぶ濡れでクシュクシュになってるお耳もキャワワ。どこから来たのかも。一緒に遊ぶわ。メリッサさん、私が誘った時は全然動かなかったのに。いいこと。どんな美女もモフモフした動物には逆らえないの。ということで、ワンちゃん一緒に遊ぶわ。あそこまで変わるなんて、本当にモフモフした動物好きなんだな。って考えに浸ってる場合じゃないわ。せっかくの機会だもの、楽しまなくちゃ。待って、メリッサさん、あたしも遊ぶ。この巣場、冒険があなたを待っていますよ。この巣場、戦慄せよ。古よりコーマに伝えられし真の力に。君も深淵を覗いてみるかい？負けない、むしろ望むところだ。
せいだ。寒さになど負けない、むしろ望むところだ。ようこそ冒険者ギルドへ。ほんとバカなやつばっかで疲れるんだから。中級魔法なら私に任せてよね。このスバパーティーメンバーの募集はあちらです。ミーアはランサーなんだぞ。お兄様のお話を聞いていると、私も冒険に行きたくなってきました。たまには街でゆっくりするのも悪くないわね。たまの休暇にはちょっとだけ息抜きをしてもいいんじゃないかな。私は爆裂魔法を使うためだけにアークウィザードの道を選んだのですから。女神様、僕ですよ、三剣京也です。この男は何ですか。今日も親方に褒められちゃったわ。私は可愛いにこだわるの。たまには街でゆっくりするのも悪くないわね。おいしいご飯いっぱい作ってあげるわね。このスバ、ようこそ冒険者ギルドへ。お買い上げありがとうございます。ま、みんなが元気になりますように。今日はところてんスライムの気分です。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。ライバルに遅れは取れないわ。やっぱこの店は最高だな。あまりの強大さゆえ、世界に疎まれし我が禁断の力を。ソードマスターの実力を甘く見ない方がいい。今日はところてんスライムの気分です。遠慮するな、私もろとも攻撃してくれ。you
機械メンバーとお別れすると交換所で使える冒険者メダルがもらえるわ。パーティー編成でメインとサブに同じキャラを入れればボーナスが発生するみたい。メンバー育成でレベル、スキルレベル、限界突破を鍛えましょう。さて、一息つきましょう。パーティー編成でメインとサブに同じキャラを入れればボーナスが発生するみたい。新しい仲間も一緒に連れて行きましょうよ。チュートリアルは画面左上のハテナボタンからいつでも確認できるわ。私たちの冒険の物語を見てちょうだい。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。冒険の軌跡をご覧になりますか？キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバようこそ、死後の世界へ。あなたはつい先ほど、不幸にも亡くなりました。短い人生ですが…コルジュバ！冒険の軌跡をご覧になりますか？メインクエストでは、装備品の素材が手に入ります。メインクエストを進めることでメインストーリーを解放することができます。この巣場、さあ来い。おとなしく負けを認めるんだ。早く次のクエストに行かないか。私を養ってくれる人。これが選ばれし勇者の力だ。一泡吹かせてやるわ。僕に任せろ。しました。このスバ、メインクエストを進めることでメインストーリーを開放、新しいストーリーが解放されましたよ。ぜひその目で確かめてください。キャラエピソードとこのスバストーリーは
キャラとの絆を深めると解放されます。このスバ俺の名前は佐藤一馬。日本でニートじゃなくって高校生をやってる時にトラブルで死んでしまったんだが、水を司る女神アクアの力によって剣と魔法の異世界に転生。まるで RPG ゲームのような魔王を倒すための旅が始まると思ってたんだけど、コウマ族のロリコアークウィザードメグミンは爆裂魔法しか打てない上に打ったらぶっ倒れるし、貴族でクルセイダーのダクネスは攻撃が当たらないし、その上ド M で攻撃を食らいたがるし、こんなパーティーでクエストを受けてたら生活が豊かになるどころかどんどん借金がかさんで自分で言っててどんどん悲しくなってきた。